My beady beady boo, my beady beady boo. ある日、あなたが初めて訪れた町で巨大地震に遭遇したら、あなたはどう感じ、何を考え、そしてどう行動するだろうか。もちろん、冷静に振る舞うだろう。怖くて一歩も進めないかもしれないな。人と助け合って生き延びたい。自分の大切な人を何が何でも守ろうとするだろう。一人でも多くの人を助けるのに全力を尽くすつもりだ。どんな時でも自分自身を大切にしたい。人生を変える機会と捉えたい。そんなのやってみないとわからないよ。すべこべ言わずに早く始めてほしい。僕は、私は、私はこんな顔をして、そしてこんな髪型をしていた。昨日あんなことなければすぐ帰れた。サボってんじゃないの。やっとついてるよな。はい、その後またすぐ仕事を直します。これも事件苦しいですよ。ありがとうございます。私はこのバスに乗って、ショッピングのために水蓮通りに行こうとしているの。次は水蓮公園前、はい、水蓮公園前。降りになる方は次で降りなきゃ。ってください。地震？強い揺れって？
れてる。大きな揺れだぞ。私はもう一度考えることにした。もし巨大地震にあったら、しかも初めて訪れた町で巨大地震にあったとしたら、私は一人でも多くの人を助けるのに全力を尽くすつもりだ。大丈夫か？名前は？名前は言えるか？とにかく早く！早くバスから離れろ！恐ろしかった。強い揺れを感じました。身の安全を確保することを最優先にしてください。倒壊している建物には注意してください。上からの落下物に注意して。
じました。身の安全を確保することを最優先にしてください。倒壊している建物には注意してください。上からの落下物に注意して身を守ってください。周りの状況に注意してお近くの公園などの開けた場所に避難してください。それでは地震情報です。震度7が川瀬県翡翠市山口、震度6弱が川瀬県西部北部、震度5が川瀬県東部、震度4が福崎県東部、富島県西部、その他山形県南部でも震度3を観測しています。ここからは地震情報に全て切り替えて放送してまいります。今後大きな余震が発生する恐れがあります。身の安全を確保することを最優先にしてください。おや、大きな地震でしたな。こんな時なのに落としてしまった弁当を見ている私は一体何をしてるんでしょうか。そうですよ、大きな地震が起きてるのに。確かに、こんな時に私は公園でぼーっとしている。全く緊張感がない。こんな時になんですが、ちょっと座りませんか。実は会社でリストラが行われ、退職に応じなければならなくなりました。家族に打ち明けることができず、出勤するふりをして毎朝家を出ます。もう1ヶ月近くこの公園に通ってるんですよ。次の給料の振り込み日が近づいているっていうのに、どうすればいいんだろう。そんな彼の姿を見て私は、家族に隠し事をするから辛い思いをするのよ。お見苦しいところを見せてしまいました。若い人には頑張ってもらいたい。私のようにならないように。
専属デザイナーを探しに倉庫に行ったときは確かに持ってたんだけど、鍵。どうしよう、うちの生徒たちどこに行ったの。このままじゃ私学校に戻れない。あの、すみません、この辺で青いベストの制服の女子生徒を見ませんでしたか。落ち着いてください。何かあったんですか。すみません、私この近くにある翡翠学院高校の教師で日賀と言います。授業を抜け出した生徒がこの辺りにいると聞いて呼びに来たんですけど、地震に遭ってしまって。怪我していなければいいけど、もし青いベストの制服の生徒の居場所が分かったら私に教えてください。喜んで探します。ありがとうございます。よろしくお願いします。生徒は3人来ているはずです。申し訳ありませんがお願いします。
長倒れないんだろうか。おい、そこの姉ちゃん。怪しい男の人。悪いな、人を探してる。この辺りで俺くらいの背丈、顔に怪我をしてる黒い T シャツの男を見かけなかったか。それらしい男の人ならさっきそっちへ走っていくのを見ました。チッ、逃げ足の速いやつだ。すぐには撤去できないかも。
からは地震情報に全て切り替えて放送してまいります。川瀬県で強い揺れを感じました。翡翠市にあるスタジオでも強い揺れを感じました。身の安全を確保することを最優先にしてください。倒壊している建物には注意してください。上からの落下物に注意して身を守ってください。周りの状況に注意してお近くの公園などの開けた場所に避難してください。それでは地震情報、行った時は確かに持ってたんだけど、鍵エリさん、どうします？買い物できそうにないですけど。そうね、どうしましょう。何よ、私たちに何か用？翡翠学院高校の生徒でしょ？先生が探していたよ。私たちの学校の？エリさん、あいつじゃない？ほら、今年入ったばっかりの女の先生。ああ、比嘉先生ね。私たちを心配してくださっているのかしらね。どうします？ずっとここにいてもしょうがないけど。そうですわね。わかりましたわ。知らせてくれてありがとうございました。
ですか。無事でよかったです。でも私のこと信用していないんでしょうかね。憧れの先生になれたのはいいんですけど、生徒とどう接すればいいのかわからなくて。私は一生懸命生徒のためを思っているつもりなんですけど、この仕事向いていないのかな。ごめんなさい、初対面の人にこんな愚痴を聞かせてしまって。いえ、私でよければまた相談に乗りますよ。ありがとうございます。さっき見つけたのは二人って言いましたよね。もう一人生徒がいるはずなんです。探さないと。生徒でしょ。先生が探していたよ。え、先生が。山内さん。いや、学校に戻りたくない。比嘉先生。先生、それにひろこも無事でよかったです。ええ、あなたたちも。先生、これからどうしますか。学校は避難所に指定されてたと思いますけど。そうね、学校に戻るのがいいと思うけど、道は塞がれているし。あそこくぐっていったら通れそうに見えませんか。本当だ。あそこをくぐっていけば向こうに出られるんじゃないですかね。そうですわね。服が汚れてしまうけど仕方ないですものね。ちょっと危ないわよ。向こうに出られるかどうかもわからないし。そういうことなら、ひろこ、最初に行って見てきてよ。ひでみさん、それは。何言ってるの。そんな。わかりました。ダメよ。それなら私が行くわ。今まで何度も災害で倒壊物に挟まれても必ず助かってきたんだから。任せてください。私が最初にくぐります。ありがとうございます。気をつけてくださいね。